レゴバットマンザムービーは2017年のアメリカ合衆国デンマークのコンピューターアニメーションによるスーパーヒーロー映画、冒険、アクション映画、SF 映画、コメディ映画である。レゴブロックと DC コミックスによるアメリカンコミックバットマンを元にしている。レゴムービーのスピンオフ作品だがストーリー上の直接のつながりはない。監督は前作、 デゴムービーの編集を手掛けたクリス・マッケーが務める。デゴブロックで構築されたゴッサムシティを舞台に、ジョーカーのゴッサム乗っ取り計画を阻止すべく、一匹狼だったバットマンが他のスーパーヒーローたちと協力して戦う姿を描くアニメーション映画である。バットマンはゴッサムシティを守るため日々悪党たちと戦い続けている。ジョーカーのゴッサム発電所爆破計画による、 街の破壊を阻止した際、バットマンの一言が、ジョーカーのライバル心を借り立ててしまう。翌日、ブルース・ウェインとして死が主催するパーティーに参加する、バットマン。そこでは、ゴードン本部長の退任式と娘である、バーバラ・ゴードン新本部長の就任が発表された。バーバラは、バットマンに頼らない、新体制を宣言し、バットマンを困惑させる。そこへ、ジョーカーが、 悪党仲間を連れてパーティー会場に現れ自首してきた。主人公のバットマンは従来作品の知的で寡黙なイメージとは異なり、ナルシストな寂しがり屋な性格として描かれている。また、宿敵のジョーカーもバットマンの宿敵は自分しか考えられないと訴えるなど、バットマンとは違った寂しがり屋のかまってちゃんになっている。登場する街やキャラクターは、 本物のレゴブロックで作ったかのような造形に見えるが、全編 CG アニメーションで作られており、オーストラリアの VFX 制作会社アニマール、ロジックが制作を手掛けている。日本語吹き替え版主題歌は、キスマイフット2の、レッツゴー。日本では、2017年3月31日、4月1日付の、ピア映画初日満足度ランキングで1位となった。アメリカでは、 公開から2週連続で1位を獲得し、全世界興行収入は2億200万ドルを突破した。横加編では佐藤節二が担当していた。横加編では小野塚隆が担当していた。横加編では山川琴美が担当していた。横加編では麻生智久が担当していた。ありがとうございます。